レイム、何見てるの？おう、マリサか。アメリカ合衆国とメキシコの国境の写真を見てたんだぜ。中央の境界線を境に発展度合いが全く異なっているね。一応補足をしておくと、発展していない方がアメリカだからね。え、そうなのか。でも、こんなにビチッと境界を引いているなんて、少しだけ違和感があるわね。私たちの住む日本は島国だから、他国との国境線を意識する機会は皆無に等しいけど、明確に境界が存在することの方が一般的なんだぜ。ふん、そうなのけ。国境といえば、北朝鮮と韓国の38度線が有名ね。あのエリアは24時間体制で軍隊が警備をしているよね。他にもノルウェーとスウェーデンの国境線が有名かな。こんなに綺麗に線を引くんだね。このように、アメリカとメキシコのように非常に単純明快なこともあれば、歴史的な背景に左右された結果、複雑化行きすぎて行政機能が麻痺するような場所もあるんだぜ。え、そんな場所が存在するの？教えて教えてー。いいわよ。じゃあ今日は変わった国境線を紹介していくわね。やったー。それでは、ゆっくりしていってね。複雑な国境にアビ共感する前に地理の定義にアビ共感してもらえますか。難しいのはやめてね。まずは飛び地について。なんか聞いたことある。例えばロシアのカリーニングラードやアメリカのアラスカが典型的な飛び地だわ。つまり地続きになっていない自国領土が飛び地っていうことね。そうなんだぜ。より正確に説明をすると、例えば図のように他国の領土と海により主要領土から分断された A 地みたいな土地は英国の飛び地であると言えるし、他国によって完全に四方を囲まれ主要領土から分断された A2 や A3 も英国の飛び地なんだぜ。割と簡単だな。でも主要領土を四方他国によって囲まれてしまった場合は？その場合は単純に内陸国と呼ぶぜ。ちなみにフランスのフランス領ギアナはめっちゃ離れてるからお飛び地やんけとなりそうなんだけど、飛び地とは呼ばれない。だから飛び地は他国の行政区画をまたがなければアクセスできない主要領土以外の自国領土のこと。ただし別大陸や島は除くって捉えてくれ。ちょい複雑ね。で、さっきは A さんのことを英国の飛び地と呼んだけど、こんな感じで一つの国に完全に囲まれた場合は特別に公領と呼ぶこともあるんだぜ。はぁ、どっちで呼ぶのが正しいの？英国の立場からの呼び方は飛び地で、 B 国の立場からの呼び方は公領になるわ。 X は接頭辞で外のを意味し、円は同じ接頭辞で中のを意味するからね。複雑ね。ちなみに主要領土が一つの国に完全に囲まれた G みたいな国を包領国と呼ぶわ。面倒でしょ？まだ大丈夫。でも図の下の方にまだ複雑なやつ控えてる。サクッといくぜ。まず英国にとって E 国は包領になっているね。さらに E 国にとっては A4 や A5 は包領になっているよね。だな。だから英語では、包領の中の包領という意味で A4 や A5 は、カウンターエンクレーブと呼ばれ、直訳すると二重包領となりそうなんだけど、日本語ではこれを二重飛び地と呼ぶんだわ。なんだと？同じ理屈で、E1 は包領の中の包領の中の包領と言ってカウンターエンクレーブと言うんだけど、日本語では三重飛び地と言うわ。つまり、飛び地と包領の呼び方は日本語では結構ガバガバってことなのね。だな。だからめっちゃ重なってるやんってなったら二重飛び地とか三重飛び地だと思ってくれると OK だな。随分適当だな。そもそも飛び地は15世紀のフランスで誕生した概念で、外国に領土を持たない日本には馴染まないものだからそこはご愛嬌で。 OK、 なんとか理解したぜ。でも包領とか二重飛び地みたいなもの存在するの？それをこれから紹介していくぜ。一つ目がバチカン市国よ。この世界最小の国であるバチカン市国は、四方をイタリアという外国に完全に囲まれた都市国家だわ。確かに、言われてみればそうね。で、イタリアにはもう一つ包領国が存在していて、もう一つがサンマリノ共和国、よ。イタリア多いな。で、さらにイタリアには飛び地が存在して、三方を陸に囲まれ一方をルッガーノ湖に囲まれた。カンピオーネ、リタリア、という地域が存在するわ。このカンピオーネ、リタリアはスイスという一つの国に完全に囲まれたイタリア領で、2000人程度のイタリア人が居住しているわ。でも、ほぼスイスであるため、EU の関税優遇制度適用地域に指定されており、それを利用してヨーロッパでも最大級クラスの公営カジノを運営しているの。通貨もユーロではなくスイスフランを利用し、ナンバープレートもスイスのものを採用するなど特殊な地域だわ。ただでさえ、包領って珍しいのにイタリアには二つも包領が存在するんだね。その上、飛び地まで存在するとは、これを見ると、歴史は複雑な国境を生むんだね。資源だな。
もう一つ有名な豊穣国家を紹介するね。南アフリカ共和国に四方を完全に囲まれた、レソト、王国よ。この国は世界最大の豊穣国家で、サンマリノ共和国の500倍の大きさだわ。数字で言うと3万平方キロメートルぐらいね。日本の13分の1ぐらいか、小さいね。仕方ないさ、豊穣国家は歴史的に見て成立しにくいから。確かに、四方を囲まれちゃったら征服されちゃうしね。もちろんそれもあるし、他国と交易をすると必然的に囲んでいる国とやり取りが発生するよね。その際に、価値観、文化、言語が流入して結果的に囲んでる国と囲まれてる国は似てくるんだ。逆に囲まれてる国が強すぎると囲んでる国を征服して、海に面する国となったり、複数の国と接する国となり、大きな統一国家になっちゃうんだ。だから、植民地支配にあった、とか、キリスト教権力の強権の教皇がいた、といった特殊な状況が必要になってくるの。なるほどね。じゃあ、次に参ろうか。次は、アラブ首長国連邦 UAE に存在するオマーン国の飛び地よ。こんな感じだ。まず UAE が存在するわ。UAE の東側にあるムサンダム半島の先端に、オマーンの飛び地、マダ、が存在。さらにオマーンの飛び地の中に UAE の法領、ナワ、が存在。複雑に、飛び地、と、法領、が入り組んでいるわ。何してるんだ人類、複雑すぎるだろ。これは世界でも珍しい、二重飛び地、という場所に当たるわ。さて、そろそろ準備運動は終了でよろしいかしら？え？ここからはさらに複雑な、飛び地、と、法領、のオンパレードよ。先陣を切るのはオランダとベルギーの国境。オランダのバールレナッサウ、ベルギーのバールレヘルトフよ。なんだこれ？21箇所のベルギーの飛び地と7箇所のオランダの飛び地が、ものの見事に入り乱れているわ。さすがに人類はわけわかんないことしてくれるね。この場所では、国境に合わせ柵を設けることが不可能だったから、街中の道端という道端に十字架のマークをつけて国境を表現してるわ。B がベルギーで NL がオランダ側という意味か。ご覧の写真の通り国境のビチビチまで商売をしております。しかも、住宅が国境で分断されてしまった場所もあり、その結果、入り口はオランダでリビングはベルギーという事態が起きたわ。どうすんのさ。玄関がオランダにあれば、その住宅はオランダ。玄関がベルギーにあれば、その住宅はベルギーとすることにして、このように、表札でどちらの国に属するか明示したわ。もはや、国境で遊んでるまである。でも、こういうどうしようもない家もあるぜ。国境が玄関の真ん中通ってやがる。オランダとベルギーの両方の表札があるね。どうしたの？どうしたんだろうね。いや、解決しろよ。もちろん行政上問題が生じるということで、オランダとベルギーは何度も話し合ったわ。しかしこの状況をうまく利用する住民の猛烈な反発を受け、現在もこの飛び地はそのまんまだぜ。なんでこんなことになるの？12世紀まで遡り、現在のオランダ領のブレタ南部を有していたブラバント公爵とブレダ領主の裁判係争が契機だと言われているわ。係争の結果、ブラバント公爵はこの土地をブレダ領主に与えたんだけど、その一部、つまりバールレヘルトフは渡さなかったの。それが900年近く経過した現在も残っているということね。ただ、オランダもベルギーも同じ EU 国家なので行政麻痺を起こすような極端な問題は表面化しなかったんだぜ。まあ、住民がいいって言うなら仕方ないか。さて、もっとひどい場所に行くわよ。え、まだひどくなるの？お次は、インドとバングラデシュの国境、クーチ、ビハール、よ。まあ、まずは国境線を眺めてもらうとするか。ひどすぎる。なんか微生物みたい。このひどい地域は、インドの西ベンガル州空地、ビハールとバングラデシュのラジシャヒ管区の国境地帯にあり、インド領内にバングラデシュの飛び地が95箇所、バングラデシュ領内にインドの飛び地が129箇所存在したんだぜ。そのうち24箇所は飛び地の中の飛び地で、さらに飛び地の中の飛び地の中の飛び地という、ダハラ、カグラバリ、という複雑な場所もあったんだぜ。また、面積わずか50平方メートルという世界最小の飛び地も存在したという。なんだよ、一軒家建てるレベルじゃねえか。で、この地域が最悪なのはさっきのオランダとベルギーの場合と異なり、国境横断不可能、政府間協力なし、施設供与なし、異なる、通過、国境線の明示なし。なんなんだよ、なんなんだよ、これ、オカリンも真っ青だわ。だから日曜日など、政府職員がお休みの日は、飛び地の中の飛び地の人は完全に家に閉じ込められたわ。しかも、水道やガスなどの基本的な生活インフラは利用できるけど、救急車や消防車は国境をまたげないから、命に関わる病に倒れても救急車は来ないし、火事になれば家が燃え尽きるまで放置されることになったわ。もちろん警察も国境をまたげないから治安は悪化の一途をたどり犯罪の温床となったわ。業が深すぎるよ、人間、そうは言っても無断で国境横断してたでしょ、さすがに。って思うじゃん。パスポートなしで越境しようとすると、国境警備隊に射殺されるなんてこともあったらしいぞ。なんでよ、
インドとバングラディシュは政府間で解決を図らなかったの？話し合いは1950年頃から開始されたんだけど、65年も歳月を要しようやく2015年に解決の日の目を見たわ。65年はさすがにやらかしてるな。インドとバングラデシュ、当時はパキスタンの中は非常に険悪だったから一向に話し合いが進まなかったの。でも2008年末のバングラデシュ総選挙で新インド派のアワミ連盟が圧勝、ハシナ政権が安定的な基盤を獲得し関係が改善されたの。その結果ようやく飛び地問題が解決されたのね。インド側は51カ所の飛び地の約 28.77 平方キロメートルを獲得し、バングラデシュ側は111カ所の飛び地の約 69.4 平方キロメートルを獲得したんだぜ。一応最終的な国境線を示しておくわ。では、次に行きますか。もうこれ以上ひどくならないよね。安心してくれ。次は、エジプトとスーダンの国境にあるビル、タウィールという場所よ。あれ、なんか全然普通じゃないの？全然そんなことないんだぜ。まず、1899年にエジプト政府がこんな感じで国境線を主張し、続いて1902年にスーダン政府がこんな感じで国境線を主張したわ。ちょっと待って。もしかして真ん中ぽっかり空いてる？そうなの。この誰もが領有権を主張しなかったぽっかり空いた地域が、ビル、タウィールというわけだぜ。誰か他に領有権主張しないの？この地域は、エジプトかスーダンを通ってしかアクセスできないため、第三国がビル、タウィールを自国領土と宣言することは難しいわ。え、もしそこに行って建国宣言すれば自分の国家作れる？それも難しいだろうな。なんでよ。霊夢、国家成立には条件が必要なんだ。例えば、それは国境線の存在、永続住民の存在、政府の存在、とかが重要な成立要件になってくるんだけど、他国と関係を取り結ぶ力、というものも必要になる。例えば、過去にわけのわからんアメリカ人が来てきたスーダン王国建国を宣言したけど、どの国も国家として承認しなかったの。ああ、究極のぼっちで友達だけでなく先生からも無視をされたら、クラスでは存在しないのと同義ということか。そういうことだけど、どうしてそういう例が出てくるんだ。でも、霊夢がどちらかの政府関係者だったらいらねえって言うなら、ビルタウィール、もらうけどな。そんな簡単な話じゃないんだ。これって、1899年当時のエジプトが宣言した国境を是とするか、1902年当時のスーダンが宣言した国境を是とするか、そういう問題になってくるんだ。なるほどな。もし、1899年にエジプトが宣言した直線の国境線を採用すると、エジプトはビルタウィールは失うけど海岸部の三角形の土地はゲット。一方で、1902年にスーダンが宣言したジグザグの国境線を採用すると、スーダンはビルタウィールは失うけど海岸部の三角形の土地はゲット。というわけか。ご名答。この海岸部の三角形の土地のことをハライブ、トライアングルと言うんだけど、まあ、考えるまでもなく、ビルタウィールよりハライブトライアングルの方が重要じゃん。そうね、航海に面しているから貿易上も重要な拠点になるし、そもそもハライブトライアングルの方が面積かなり大きいしね。だから、迂闊にビルタウィールなんてゴミ荒野をもらっちゃうと相手国にこの極めて重要な三角地帯を明け渡すことになるんだ。そんなわけで、スーダンとエジプトでは互いにビルタウィールは自国領土じゃない、ハライブトライアングルよこせって言い合っているからぽっかり誰も領有権を主張しない状態が続いてるんだ。もう侵略しちゃいなよ。まあ、それは置いておいて、ビル、タウィールはいずれの国家によっても領土と主張されていない、地球上で極めて稀な土地の一つとなっているんだぜ。あれ、ということは、まだ領有権が主張されていない場所が存在するの？そうなんだぜ。今回のテーマの最後に取り上げるのが南極大陸、よ。ああ、南極大陸の動画の時にも言ってたような。順を追って見ていくね。1908年、イギリスが領有権を主張。1923年、ニュージーランドが領有権を主張。1924年、フランスが領有権を主張。1929年、ノルウェーが領有権を主張。1933年、オーストラリアが領有権を主張。1939年、ノルウェーが追加で領有権を主張。1940年、チリが領有権を主張。1942年、アルゼンチンが領有権を主張。なるほど、残ったところがまだ領有権が主張されていない地球で稀な場所の一つというわけなのか。この場所をマリーバードランドというわ。で、地球上で領有権が主張されていないのは現時点でビル、タウィールとマリーバードランドだけよ。へぇ、ジャパニーズ、マリーバードランドの領有権主張したいなよ。黙れジャパニーズ、死にてぇのか。将来温暖化した時に備えて領有権主張しちゃおうよ。少なくとも日本は領有権を主張できないんだぜ。
1959年に締結された南極条約によって領有権の主張は一旦凍結されてるんだけど、日本も締結をしているから領有権の主張は難しいわ。じゃあ、南極条約を締結していない国なら OK なの？事実上、不可能だわ。普通は自然保護などの条約の管理は国連とかの中立機関がやるんだが、南極条約の管理国はアメリカ合衆国なんだ。終わった。まあ、正常期の大門に逆らう勇気があるなら、北スーダンでもどこへでも行って建国宣言してマリーバードランドの領有権でも主張してみろください。今回のところは許してやるわ。いかがだったでしょうか？人間の業の深さをよく理解できたよ。実はこの飛び地シリーズはまだまだ話そうと思えば話せるんだけど、長くなってしまうので、また要望があれば第2弾を作りたいと思います。じゃあ先に帰るからエンディングよろしく。は、なんだと、予定ないでしょ？ Google Earth 徘徊したくなってきたゆえ。というわけで、次回の動画は水を資源と捉えてみる、です。また次の動画で、お会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。